おはようございます。おはようございます。はい、それでは、ユニークキャリアラウンジ第566回、性教育をもっと楽しいものに、一般社団法人レディーボックス代表三上うららさんに、今日はユニークキャリアラウンジで、インタビューをさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。こちらのユニキャリでは、29歳以下の世代のユニークな価値観を持つ人だったり、なんかユニークな生き方をしている人だったりに、その人のターニングポイントっていう切り口から、その過程とか背景とかをインタビューさせていただいております。はい、今日は三上うららさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、自己紹介をこちらで読ませていただきます。三上うららさん、一般社団法人レディーボックスの代表をされていて、高校時代に性被害を経験し、それ以降は性被害の啓発活動や性教育の大切さの発信を始める。大学時代は人身取引被害者支援をする NPO 法人ライトハウス広報インターン、学生団体今後の性暴力と紛争を考える会のメンバーとして活動。大学4年生からは NPO 法人ピルコにてフェローとして小中高大学生の性教育の講演を行い、自分を大切にするための情報提供に努めて来られた。昨年10月よりは初めての生理準備ボックス、レディーボックスの開発プロジェクトを立ち上げ、今年の5、6月にはクラウドファンディングで 150% 以上を達成。現在は一般社団法人レディーボックスの代表を務め、ポップで面白い世界観を大切に性教育を子どもたちに届けるべく奮闘していらっしゃいます。はい、自己紹介こんな感じで合ってますでしょうか？出ます。ありがとうございます。じゃあ、早速事前にいただいてるターニングポイントからお聞きしていきたいと思います。はい、まずこうドーンと上げてもらってるのが17歳の時にの経験やと思うんですけど、よいしょ、すいません、ピン止めさせてもらいます。ピン止め。はい、17歳の時に自分と同じ思いをする人が増えてほしくないっていうのをと書いていただいてると思うんですけど、この時の経験のことを詳しくお聞きしてもいいですか？私が高校生の時、高2ですね。なんかその時に、まあ結構恋愛の中で、同意のない性行為があったんですね。で、私がこう、別れたいって言ったら、ちょっとなんか相手が怒っちゃって、そういうのをきっかけに同意のない性行為があったんですけど、やっぱりそこで、なんかそんなに、まあ、なんかその時は大丈夫かなって思ってたんですけど、やっぱりこう自分の心が許していない状態でのそういう行為は、やっぱりなんかこう気づかずのうちに自分の、なんだろう、心をすごく傷つけてるたんですよね。で、なんかそういう出来事があってから、なんかこうちょっとの間ご飯食べれなくなったりとかして、ああ、やっぱりこういう、なんか自分が辛かったから、こういうことこう同じ思いをする子が増えてほしくないなっていうのを強く思って、で、まあそれと同時に、やっぱり今となっては性教育についてこう学んでいるので、なんかもっとちゃんとノーって言え、なんかやりたくないってこう自信持って言っていいってことをちゃんと教えてほしかったなとか、っていうのもやっぱり、なんて言うんだろう、日本だからか分かんないんですけど、なんかノーということに慣れてないし、ノーと言ったら相手を否定してる感覚が自分にもあったんですよね。言われたら、なんか私の意見とかじゃなくて、私を否定されてるとか。だからこそ、相手にも嫌だって言ったら、相手を否定してるみたいな。いくらそんなに好きじゃない相手でも、なんかそう感じさせてしまうことが嫌だと思って、なかなかこう自信を持って押し切れなかったっていうのもあったから、じゃあ自分のなんか意思はなんか一番大事にしていいし、まあ相手の意思も大事にしなきゃいけないしっていうとこを教えてほしかったなとか、
あとはなんかちゃんと避妊のこととかどうしたら妊娠するかみたいなところをなんかちゃんと自分で分かった上でなんか性行為をするしないとかも判断できると、もっと、まあ、よくも悪くも危機感というものを持てたのかなっていうのを思ったりとか、もう私だけじゃなくてその相手もなんかちゃんと自分の行動がどう、ね、将来に反映することがあるのかみたいな考えながら。高校できたかもしれないしとか思うと、やっぱりそういう経験があったから、性教育の大切さとか、あとは本当にこう、すごい大小で語る話ではないと思うんですけど、性被害っていうものが減ってほしいなっていう、もう強く思ったっていうのがその経験ですね。でもその時の経験が今の活動にも直結してるそうで感す。じです。まあ、能力にはなってるかなと思います。なんかそのうららさん自身、なんて言うんだろう、ご飯が食べれなかったりとかっていう時期があったと思うんですけど、そこはこうどうやって、なんて言うんだろう、乗り越えてきたというか、こう原動力につながってきたんですか？そうですね。なんか原動力としてのその経験。原動力はこうどん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 まあ大きくなっていったんですね。その大きくなっていった理由としては、やっぱりその経験を乗り越えていったっていうのがこうあるんですけど、やっぱり今となってはすごく、まあ乗り越えたというか、もうなんか吹っ切れたというか、なんかあんまりこう後を引きずらなくなってるので、シンプルに力になってるんですけど、もうそれまでに割と10年ぐらいかかってたりとかして。なんかことあればか、なんかそのことをなんか思い出してムカついたりとか、嫌だなって思ったりとか、悲しくなったりとかはあったんで、ただその過程の中でまあ原動力になったのは、なんかどう乗り越えたかはよくわかんないんですよね。ただ、なんか一つ言えるのは、周りに性について話せる友達が結構増えてったっていうことは大きいかなと思っていて、高校の時こそもう、本当にその前までほとんど性教育も受けたことなかったですし、自分の学校で性教育なんてやらなかったんですよ、あの高校で。で、まあこう、なんだろう、まあこう、頭が固いままでいて、かつそんな経験があったから、なんか男の子全員いなくなればいいなとかも思ったし、今は思ってないですよ、だけど、本当に世の中から女だけになればいいのにとか思ってたし、怖くてですよ。で、すっごいイラつきもあったんですけど、か思ってたし、もう恋愛なんて絶対したくないと思ってたんですけど、大学入ってなんかすっごい楽しそうにそのなんか恋愛の話とか、彼氏とこんなことあったとか、まあ、本当に性関係の話とかをすっごいポジティブにしてくる友達がいて、なんか意外となんか楽しい世界なのかもしれないみたいな。高校であまりにもネガティブな経験をしたんで、性とか、なんか恋愛についてすごくネガティブなイメージを持ちながらいたんですけど、そういう友達が増え、まあ、大学でも増え、社会人になってからも増え、どんどん話せる、まあ、友達が増えたり、まあ、日本自体がそういうどんどんちょっと変わっていってるっていうのもあるかもしれないんですけど、話せる場で、まあ、結構乗り越えていったのかなとか思そいうます。なんですね。で、その友達、そういった性関係の話をできる友達とかが増えていったのは、そのうららさん自身が、なんて言うんだろう、活動を始めたからとかですか？全くそうじゃないです。普通に友達として、もう会話の中で、なんかもう何々が良かったとか、何々が楽しいとか、なんかすごい、もう男との関係みたいな、私で言うとですね、私は男の人好きなんで、もうこう、すごい報告してて、なんかすごい楽しそうに言うから、みたいな、久しぶりになんかこういうなんか話をすごい楽しくしてくれるな、みたいな。あ、恋愛とかも悪いもんじゃないかみたいな思い始めた。すごい、大きい出会いですね。そうですね。すごい。なんかそのまま2つ目のターニングポイントをお聞きしたいと思うんですけど、アメリカ留学に行ったこともターニングポイントだと思うんですけど、
どういったことをされたんですか？アメリカ留学は高校生の最後だったんですけはい。ど、なんか、人っていろいろいるなっていうのを、日本以上にやっぱ感じたというか、はいろんな人種の話とか、いなんか自分の意見の話とか、はいなんか、はい、もう、あ、多様性ってこういう感じねみたいな。あとは日本以外の世界を見たことで、なんか日本のことが当たり前じゃないとか、なんかを体感できたっていうのはすごく大きいなと思っていて、はい。なんだろう、なんか日本の常識は通用しないというか、あとは、まあなんか、すごい話が右往左往するんですけど、はい、先生。自分がマイノリティになった経験をしたっていうのが結構人生の中で大きいかなと思っていて、それこそ日本人なんていないし、アジア人もなんか、まあ日系何アメリカ人はちょっといても、日系というか、あ、違う、アジア系か、なんか本当系もいないし、なんかおじいちゃんが日本人だったみたいな人が入ったんですけど、それ以外はそのもう日本人ってもの珍しくて、って感じの中にポンって置かれたんで、田舎のところに。なんか自分が完全にマイノリティで、ただマジョリティなんですよね。日本じゃ絶対起こらないようなことが起き、まあなんか幸いいじめとかなかったんですよ。もの珍しく見られたんで。まあ、それも良かったんですけど、なんかその経験っていうのが、例えば、まあ、この性被害の話だったり、教育でなんか語らざるを得ない、こう、ね、LGBTQ プラスの、なんか方とか、QIA プラスの方とか、あとは、まあ、障害を持ってる方とか、なんかいろんな、なんかこう、なんだろう、ことを考え、社会問題全般もそうだと思った時に、やっぱりどうしてもマジョリティの意見に押しつぶされてしまうみたいな現状があったりとかしていて、なんかその立場にもともといったこととか、なんか、あ、逆になんか自分が、なんだろう、少数派にいることが分かることで、少数派の意見もなんかちゃんと反映しなきゃいけない大切さとか、少ないからとか、社会に埋もれてるから、大勢によってこうかき消されて埋もれてるから、見なくていい問題じゃないみたいなのとかを、ベース学べたっていうのが大きいかなっていうのは、ますね。だから、なんか、なんか少数派をなんか言い方わかんないですけど、安易に傷つけてしまっている社会がこの日本にはあるんだろうなとか思いながら、思えるのもそれがあったから自分もできるというか、だから少数派になることをこう自分ごとにできるっていう経験が大きかったのありますね。あとは、なんかすごい話で言うと、ホストファミリーがめちゃくちゃ優しい人だったんですよ。もうものすごく、だからもう自分の家族以上に愛、まあ、以上はないですけど、自分家族ぐらい愛してるレベルで、もうすっごい本当に家族って感じだったんですよ。でもそういう中で、なんか例えばお母さんとお父さんがなんかもう行ってきます、お帰りの中とか普通にしてたりとか、みたいな。まあなんかね、キスもハグも割と普通だったりとかしてて。あとは、普通に学校での恋愛の話とか、ホストシスターとなんかママが全然なんか、なんかセックスの話とかを普通に交えながらしてたりとか、なんかその会話に加わるみたいな。そんなに詳細言わないんですけど、普通に会話の中に出てくるみたいな。そういうのがなんか、あ、なんかこうやって普通に話すんだ、みたいな。結構オープンだ。そうですね。に話す場は、なんかあるんだなっていうことを知ったのが、なんか、いい経験でしたね。なんか、そうしていいんだと思えたのが、大きかったです。でも、すごい、もう今の価値観というか、コミュニケーションだったり、
のベースができた経験ですか、はい、すごく大きいと思います。なんかアメリカ留学行ったきっかけは何だったんですか？きっかけはなんか私その性被害を受けた後に、はい、やっぱりなんか性被害とかによってなんか苦しむ人とかがどれだけ世界にいるのかみたいなのをこう調べた時があって、はい、その中でやっぱり他国のエイズの話、特に医療が整ってないなんか地域でエイズが蔓延したりとか、はい、もう幼いながらに猥亵させられて、うん、されて人生そうやって付き合っていかないとか寿命が短いとか、うん、そういう話を聞いた時になんか助けなきゃなと思って、なんか国またいで活躍できる看護師になりたかったんですよ。はい、で看護師になりたかったからなんか看護学校行かなきゃなと思って理系とか進んでたんですけど、なんか数学できないのに、でなんかそのなんだろう、未来を考えたときに国またいで活動できる看護師になるには英語は絶対必要だし、なんか異文化の理解とかも大事だし、とりあえず一回カルチャーショックを受けたらやばいなみたいな感じで当時の私は思ったらしいんですよ。はい、でなんか行かなきゃなみたいな感じになって、はい、看護学校行くとしたら6年間通うから、あ、全然なんか全然海外行けないじゃん、やばいじゃんと思って、はい、なんかもう 今しかない、もう卒業したらやばいやばいみたいな、休学みたいな思って、はい、お父さんにも土下座して行きました。あ、すごい。なんかリミットを感じたんですね、もう今しかない。そう、まあ、しかもその時はなんか大人は先生とかも大学でいいじゃんみたいな、お父さんとかもうちょっとなんか社会経験積んでからなんか海外行きなんとか言われたんですけど、はい、なんかその時の私はその大人の言葉がスーパー理解できなくて、はい、何言ってんのこの社長って私の人生なんかここで行かなかったら無事でこの先どうなるのかなみたいなとか、はい、もういやなんかそのなんか考えを否定してるわけじゃなくて、うんうん、当時の私からしたらもみたいな、もう私の高校3年生も帰ってこないけど感じで、はい、ましたね。すごい、なんかなかなか聞かないです、高校休学っていうの。なんか多分でもその時になんか、はい、本当は私の学校はもうそんな制度なんてもう1ミリもなくて、あ、へえ、はい、もう留学行くなんてうわって感じだったんですけど、はい、たまたま私のその時、恋愛関係で悩んだ時も、はい、こういうそばでなんかこう支えてくれた子がいるんですけど、その子がたまたま留学行くってなってて、うんうん、しっかり背中を押していただいて、お、2人で異例の留学、はい、休学しました。すごい、かっこいいですね、めっちゃ、また、うん、次の世代のきっかけとかになったそうなと思って、学校になんか少しでも先生がそういうなんか破天荒な学生がいることに慣れていただけたらいいなって破天荒いいですね。その後大学に進まれたと思うんですけど、はい、その大学でもこういろんなターニングポイントあったと思うんですけど、はい、そのお話を聞いていきたいと思います。はい、まず入学して友達との出会いが大きかったっていうのがあったと思うんですけど、これは今まで話してた友達との出会いっていうか、あ、そうですね、さっき話したものです。その後に、日本国内で性被害支援を始められたんですか？はい、そうです。これは、はい、あ、ちょっとごめんなさい。あ、どういったなんか経験だったり、どういうことを感じたりされたんですか？そうですね、本当に高校の時から何かしたい、はい、何かしたい、何かしたいって思ってて、で、看護師になることもあるしね、辞めたんですよね。はい、ただ看護師にならずとも、はい、そういう性被害者を減らしたりとか、うん、切る方法ないかっていうので、まあ、こう NPO とか、まあ、会社で、はい、ないですけど、団体を立ち上げて、はい、機会があった人のケアじゃなくて、うん、機会会う前のなんか防止とかもできたらいいなと思って、うん、NPO というなんだろう、分野にすごい興味を持ち始めてたんですけど、はい、その時は、まあ、今予防とは言ったんですけど、やっぱり啓発もしっかり
やっぱり傷ついてしまった人のケアとかも大事だなっていうのは思ってたんで、日本国内の、AV に強制出演させられちゃう子とか、まあ、家庭環境の中でこう、ね、DV を受けたりとか、なんかそういう、まあ、若い子たち、子供とか、なんかその、なんだろう、そういった、まあ、若者層の性被害を受けた方々っていうのの、まあ、相談をする NPO だったんですけど、私は相談員で、要員ではなかったんですけど、その環境の中にいていろんな、なんだろう、被害を、まあ、聞いたりとか。で、やっぱりその、なんだ、売春とかで言ったら、買う人が100%悪いし、性被害だったら加害者が100%悪いっていう話。あとはそもそも日本で結構こういう性被害というものがあるという事実とか、あとはどんなものがなんか普通におかしいのかっていう、例えば JK ビジネスっていう言葉が当時すごい流行ってたんですよね、秋葉原。JK ビジネスという言葉に疑問を持たない日本みたいな、なんか全員がじゃないですよ。だけど、それが普通に存在してて、まあ、なんかそれなんかアイドルとかの延長線上でしょうぐらいな感じで存在して、JK とビジネスをこうガッチャンさせてしまうこの文化は何なんだと思いながら、その中でやっぱりその力関係の中で苦しんでしまう、被害に遭ってしまう若い女の子たちがすごく多かったりとかしていて、そういうなんかすごい埋もれている、そういう事実が埋もれているこの日本社会というものをなんかすごいまじまじと見て感じたっていうのが、そうは、ごめんなさい、なんかこうし、えっと関谷さんもね、突発とかもありますよねって言って、もう本当にそうなんですけど、なんか、ね、爆発でしょって、やればやらないも自分次第なんですけど、じゃあ、果たして、そういう、まあ本当、JK ビジネス爆発とか、で、実際、なんで、なんかこう、被害者が出てくかって、本当に自分を思う力、知識もなければ、なんか、そういう子たちを相手にするのは、良くないことっていう、まあ良くないことって一括りできないですよ。もちろんなんかいろんなお金稼がなきゃいけないとか、いろんな人があってそういう状況にいるから、このこと自体を指定するわけじゃないんですけど、やっぱり力関係によってこう傷つける相手がいたりとか、脅迫する相手がいたりとかっていうのは、その相互にこう、罵声とか、なんだろう、そういう、なんだろうね、心とか体のなんか健康の話とか当たり前に思わなきゃいけないものの、なんか教育がないからなのかなっていうのはすごく感じます。すごい、なんか日本って思っちゃいましたね。なんか子供を守る法律とかもなんかがゆるゆるだし、政治家とかもめっちゃ低いし、なんか、なんか性被害にあっても加害者、なんか被害者声上げても全然通らないじゃんみたいなとこ見てて、その事例とかを、はあっていうのを学んで、すごい啓発していかなきゃなって学生ながらに思った、もう警察に相談しにくい、あります、本当に。実際になんか活動しながらそういったことを学んだり感じられたですそうですね。ね。なんかちょっと話戻っちゃうんですけど、その看護師はもう辞めて、あ、辞めるって、辞めようってなったのは、なんかどういった考えというか、なんていうんだろう。きっかけが、なんかめっちゃすごい、あ、それかみたいな感じですけど、お父さんと、なんか、受験期間中にも、ご飯に行った時に、まあ、なんか私の親たちは、なんか、うらら看護師わらみたいな感じだったんですよ。なんか、大丈夫だよ。6年も同じ学校にいて、なんか、すごい患者さんに付き添って、なんかもうすごい、なんか、低姿勢で、なんかもう、すごい、なんか、もう、本当に、
こう地味に頑張っていくみたいな、まあ、こうあのイメージがあったみたいな、どんな職かも私は知らないので、でもそういうイメージがあったのか、なんか裏から大丈夫みたいな感じで、お父さんにもそう言われたんですよ。はい、あまりにも親がここまで育ってたら親が大丈夫だから不安になっちゃって、ちょっと考えてみるみたいな。で、あの、まあ、目的はそういう、はい、あの被害者支援とか、うんうん、についての、ね、啓発活動とか、何かしら社会問題というものに、うんうん、あの本当に性関係、要は貧困とか、うんうん、あのね、あのジェンダーギャップとか、まあ、環境問題もですけど、いろんな社会問題というものに、こう、あの、こう解決するってなった時に何ができるかってなったら、うん、まあ、調べてたら、ああ、こう NPO とか、そういった立ち上げていくという道もあるんだっていうのを、本かなんかで学び、なんかいきなり進路変更して、あの経営学部に入りました。だいぶ変わっていきました、ね、はい、でもそうですね、根本のやりたいことをこう見つけられたからこそ、こっちでもいいやって、なんていうんだろう、こっちがいいやみたいになったんですか。そうですね、なんか、この学部でこういうことできるならいいなっていうのはあるだったので、なんか、すごい、あの、すごい作文とかできないのに頑張って、なんか、あの出願書めっちゃ書いてました。経営学部にしたのはこれから自分でこうやっていくことをなんて見据えてですか？そうですね、あのシンプルに、あの留学に行ってしまったこともあり、もう受験、なんか出願までもうあと1ヶ月ですみたいな時に帰ってきたんです。すげえ。いや、もう本当にやばくて、なんかもう今間に合うので、なんかどれぐらいありますかみたいな塾の先生に聞いて、もう私はあの本当にテストとかすっごい嫌いで、もう本当に私が勉強ベースできる人間ではないと自分で思ってたので、あのもうこれはもう気持ちでいくしかないと思ってたから、あの AO と、まあ、もちろん英語の、ね、力も使いながらなんですけど、それでもうどこ行きますかって言ったら、なんか4個ぐらい出されて、その中で選ばなきゃいけないとか前提にあったんですけど、そう、まあ、一応看護師というか、ね、あの選択肢も残ってたら残ったんですけど、その中になんか私が言った経営学部の、あの選択肢があって、で、まあ、本当にこの場だったら実現できそうだなっていうのがあったので、ダメ元で受けました。そうだったんですね。そこに入学してから、なんか、そのまま次のターニングポイントに行くんですけど、ドイツにインターンとして留学されたんですか？そうですね、もう、あの、ドイツの留学で3年生の終わりとかだったんで、あ、そうなんですね。時間が空いてるんですけど、なんかドイツの留学は、なんかあんまり、あの、大層なことを話せるかわかんないですけど、あの、経営学部に行ったんで、特に国超えたビジネスについて学んでたんですけど、なんか、すごく真面目な話をすれば、その中でなんか日本とドイツって車産業とか、大体こう、なんだろう、まあ、勤勉さみたいなのが似てるみたいな、なんか生産、なんだろう、なんていうの、働き方って感じが似てるみたいなのをよく言われていて、なんか何が似てんだろうみたいなのを思ってて、それを見に行こうと思ってだって感じなんですけど、今はなんかシンプルに、いや、まだ就職全然、あの、心の準備が整っておりませんっていう感じだったんで、もうそれも計画していったんですか？留学です。インターンとしてはどういったことされて、どれくらいの期間行かれてたんですか？ドイツにいたのは8ヶ月ぐらいなんですけど、インターンは3ヶ月から4ヶ月ぐらいで、で、インターン先は、あの、なんかもう B2B のなんか機械みたいな、なんかもうレーザーってますみたいな会社に行って、なんか、
ちょっと分野に関してはちょっと、あんまりちょっとなんか興味わかんないかなと思ったんですけど、やっぱドイツで働くということに関してはすごく面白くって、それこそなんかあっちもなんか日本人が働きすぎてること知ってるんですよ。なんかすごい6時半ぐらいに退職の、待機の時間なんですけど、なんかそれ超えてもね、なんかこう仕事してると、なんか、いやなみたいな、ここは日本じゃないんだよ、帰って。あとはなんか、日本はボスが帰るまで帰れないの知ってるよとか言って、俺ボスで俺いるけど早く帰りなって言われて。あとはなんか、国自体がもうちゃんと休暇取らないと、会社が訴えられるから、みたいな、春休み取ってないよみたいな。春休みなのみたいな感じですけど。だからもう4日消費みたいな。もう俺がやばいから早くみたいな。好きと思いましたね。そっいいか。な。なんか会社にお父さんが娘来て、これからなんか送んなきゃいけないから、一回出るわとか言って、なんか、お父さんが子供の面倒見てる子って言ったか結構見たのが嬉しかったです。なんかいいですね。はい。その3ヶ月働いて、残り5ヶ月は、なんていうんだろう、どういったことされてたんですか？なんか、バックパックしてたのと、あ、はい。ドイツ語の学校にいたのと、なんか、ニートしてました。ニートしてニーました。ト？なんか、一生部屋にこもって、ドイツにいるのにスペイン語勉強したりとか、ちょっとトイックの資格が、必要になる予定だったんで、英語で。なんか、なぜかドイツでめっちゃトイックの勉強して、なんか、ちょっと遠い町までなんかトイック受けに行ってました。もうなんか普通に暮らしてますね、ドイツで。めっちゃ暮らしてました。その留学通して、なんだろう、さっき言ってたみたいに、日本とドイツのこう働き方の違いだったりとか、就職に対するイメージとかってどう変わったりしましたか？本当にさっき申し上げたように、なんか、勤怠のね、なんか、感覚も違うし、あとは、なんかすごい、これはなんか経営とかなんか真面目な話になっちゃいます。日本と比べて、日本って結構振られたもの何でもやるじゃないですか。だったらやってって言って、例えば新卒で、営業に配属されてってところまではこう決まるけど、その後何を振られるかって本当になんか分かんないじゃないですか。で、いろんなもの振られて、いろんなとこ回されてみたいな。だけど、ドイツはもう契約書にあなたはこれとこれとこれとこれ、これをやる。もうそれ以外はみんなやらないんですよ。だからすごい、なんか誰かにこれ何ですかって聞いても、これあっちのだったらみたいな感じでめっちゃ回されるんですよ。だからちゃんとみんな仕事終わるし、逆にそのなんか書かれた分野で責任がドンって乗っかったら、それは責任みたいな感じで、なんか責任の所在がはっきりしてたりとか、なんか終わらせるべき仕事がはっきりしてるから、しっかりこう残業しないでこう生きるとか。まあ、めっちゃ、なんか、きっと効率いいんだろうなと思いながら、あとは、なんか、マジでイエスノーをはっきり言いすぎてやばかったっていうのもなんか、ボス、これでいいですかって、違います、みたいな、なんかもう、ノーみたいな。なんか、すごい、まだジャストアイデアで提出しただけなのにな、みたいな。普段は優しいんですけど、仕事の中になるとか、本当にノーとイエスはもうすっごい、から、ちょっともう言い慣れてないとダメだなって感じ。それはあくまで本当仕事の話だからって、プライベートちゃんと分かれたりとか。何かな、でも結構学びましたね。あとは、なんか来週からボスが2ヶ月の休暇に入るから2ヶ月の夏休みみたいな。
なんか分業できてるからできるうん。かなとか思っああ、て、なるほど。要はなんか一人が離れても大丈夫なように、みんな焦らないんですよ。ある程度1ヶ月とか2ヶ月前に申請してて、そこはないよって言ってたら、すごいちゃんと誰も何も、どうして2ヶ月取るなんていうんだから、絶対言わないです。2ヶ月。しかも、部長レベルの人とか、部長レベルのマジでいなきゃいけないみたいな、なんか思われる人が、とかはたまた、まあ、偉いからじゃなくて、ちゃんと、ね、まあ、要はその部下とかも全然取れるしとか、なんかもう天才的なのかな、このピアとか思いながら、今の、そう、うららさんの働くスタイルとかにも、なんかつながってたりしますか？それがつながってるとかと言われたら、つながってないです。なんかそういう環境だっていうことを知ったので、普通に人間こうやってなんかちゃんと休暇取れて残業しないから結構気持ちいい生活ができるというのは分かったことはやっぱり大きい。なんか例えばちゃんと制度が整っていて、コミュニケーション取れてて役割分担もできてれば休暇取っても問題ないんだ。こうやって機能する人間社会ができるんだみたいな、まあね、国の補助とかもありますけど、絶対に。まあ、学べたんで、なんか、逆に自分が残業しすぎて、新卒の時とか比べられますよね。ああ、みたいな。なんでこの社会だと、ことはこの会社とこういう働き方になって、こうやって自分がすごい体調崩すんだろうとか。そう、だから、なんか、そういうベースをしてることで、自分がこうやって今、団体やってる中で、今はマジでブラック企業みたいな感じになってるんですけど。以上働いてるみたいな、もう本当にね、メンバーにも本当に迷惑かけながら、本当にもう、走り出しって感じなんですけど、ぐらいからなんか、性別かかわらず、歩きやすかったり、ちゃんと休暇を取れて回したりとか、いったらいいのかなっていうのは、今思いますね。そうなんですね。そのドイツで、また話に戻るんですけど、ドイツでもその性教育っていった観点からも何か活動されてたりとかしたんですかね。もちろんその帰ってきてからもされたと思うんですけそうですね、ドイツの中で性教育を何かやってたかって言われたらやってないんですけど、学んだことはなんかやっぱりそのヨーロッパっていう地域が結構性にオープンだということはよく日常生活の中で感じてて、その時もホストファミリーにかくまってもらったんですけど、会社のなんか知り合いで。で、なんかやっぱりその性の話っていうのはお母さんとお父さんと子供が、まあなんかいっぱい喋るわけじゃないですけど、全然家族の中でそういう単語が出てももう普通に受け流すかのように普通に喋るし、なんかセックストイとかなんかアダルトトイの CM とかも普通になんか地上波でやってるし、で、なんならなんかそれを見て、これは俺の得意分野だからとか言って、なんかジョーク言ったりとかして、で、なんか、あ、なるほどね、みたいな、なんか日本で言ったらちょっとセクハラになりそうですけど、なんです確かよ。に確かに。でも、まあ、言って子供がいるパパが、ゴールデンタイムに子供と、あとなんか私の前で、お母さんもいる前で普通に話してるからすごい面白いなと思ったりとか、あとはなんか、ドイツもなんですけど、アムステルダムとかオランダ知られているレッドライトエリアっていうところ、売春がされてるところなんですけど、もはやなんか国がその人たちを守ってるんですよ、ちゃんと職として。聞くし、なんか、なんかいろんなことあったら、ね、多分なんかサポートとかも入るし、なんかそういう職業を選択したことっていうのがちゃんと尊重される社会なんだっていうのをすごいびっくりしたし。日本だったら、みたいな、どうしたのみたいな、なんか、辛かったみたいなとか、なんか、もう貧困でしざるを得なかったとか、なんか、やりたいとか言ってるやつなんて、アバズレだみたいな感じで、もう、なんかもう、なんかもう、きつい言葉しか、ね、返ってこないみたいな。今となったら、なんか、シミケンさんとかね、YouTube 出たりとか、福田あゆみさんとか出て、なんか、すごく、ポジティブになってきてますけど、果たしてそういう買収の方、するね、方とか、
なんか売春をするというか、そういうあの風俗とかで働かれてる方ですね。まあ、前で言えばって言ったらそうじゃないから、もう全然国の体制が違うし、その生産業とか、関わる人への見方っていうのがもう全然違う、もう尊敬、尊重さが足りない日本かも、人間だしとか思ったのも、結構それを見たのがきっかけだったりとかしたし、あとなんかドイツの友達がセックストイ・フェアリーっていうのをやったか、バイトでやってる人がいて、いいのみたいな。みたいな、なんか、そのセックストイとか、なんか、自分のセルフプレジャーグッズを販売する、なんか、バイトで、で、なんか、たまにそういうなんか新商品のグッズとか買うと、なんか、いろんな女の子たちを集めて、なんか、パジャマパーティーをしながら、イベントがてら、そう、なんか商品の説明とか、使い方を話すみたいな仕組みをしてると間違えて、めっちゃ面白いし、そういうこと全然あるっていうのが、すごく良かったなと思って、パーティーみたいな感じでやるよみたいな。人の弁とか、すごい面白かったです。めっちゃおもろいですね。日本では、なんていうの、まだ考えられないというか、ような。ありがとうございます。その、あと、帰国されて、まあ、なんかまた、いろいろこう活動が広がっていかれたと思うんですけど、そのご自分で始められたのは、いつのタイミングになるんですか？このレディーボックスですか？あ、そうです、すみません。レディーボックスは、2020年、去年の、本格的にメンバーを集めながら走り出したのは、10月ぐらい、ちょうど1年前ぐらい。でも、セイリー準備ボックスというか、このセイリーのファーストピリオドボックスを作ろうかなって思ったのは、6月ぐらいからいろんなことを考えて、8月に勝手に自分でそのプロトタイプを作って、で、10月、プロトタイプを作った後に、結構こんなことやりたいですみたいな感じで SNS で上げたら、なんか手伝いですって言ってくださる方が増えたんですけど、でも最初の方は結構割といろんなことを自分でやってって、で、さっきいたんですけど、ヒエちゃんっていう副代表なんですけど、その子に、なんか、やりたい、実現したいんだけど、なんか、やること多すぎてやばい、どうしようみたいな相談したら、いや、メンバー集めようよみたいになって、でも、その子をめっちゃ先陣切って、こう、なんかこう、なんかメンバー集めて、私もこう、SNS で声かけて、これは自分でやらなくていいんだ、メンバー揃えていいんだっていうことを、なんか、聞かされ、で、こう、一緒になって、いろんな人をこう巻き込みながら進んでったっていう感じですね。そうなんですね。なんかそのタイミングで、なんていうんだろう、自分でまずプロトタイプを作ってみたいなのは何かきっかけとかがあったんですか？きっかけは、なんか何しようかなって思った時、まあいろいろあったんですけど、考えが。海外で初めてのセイリーボックスっていうのが結構、アメリカとか北欧だと全然検索したらいっぱい出てくるんですよ。見て、一回なんか作ってみないと始まんないと思って、作ったって感じです。そうなんですね。その、大学卒業というか、まあ、さっきの話戻っちゃうんですけど、ドイツの留学から戻ってきて、その今の活動を始めるまでもいくつかターニングポイントもあったりしましたか？ドイツからですよね。帰ってきて。ああ、それで言えば、その NPO 法人ピルコンさんで講演をこう手伝いさせてもらって、まあ、自分も性教育についてまだまだ知識足りないかったし、今も足りないんですけど、学びながら教えるっていうことになりたいなと思って、まあ、やってて。いろんなこうつながりができて、いろんな情報を教えてっていうのが一つ大きかったのと、あとは、まあ、ボックス作りにすごく大きく関わっている経験としては、インターンから数えると、まあ、約3年弱なんですけど、
新卒で入ったあのリタリコっていう障害者支援の会社があるんですけど、そこで発達障害の子どもたちとか、まあ、将来持ってない子もいるんですけど、やっぱりちょっと勉強やだとか、学ぶのがゆっくりとか、ちょっとコミュニケーションが難しいよみたいなお子様の、塾の先生とその教室の運営をやってて、でそこでやっぱりなんか親御さんと話す機会とか、子どもと本当に一日とかで向き合う機会っていうのはすっごくもう毎日毎日あったんで。そこからなんかこう、まず子供って一人一人違うなっていうのもやっぱりこう改めて感じたというか、障害の有無とかじゃなくて、もうそもそも子供一人一人好きなものも違うし、どういう学び方が学びやすいかっていうのも違うし、それこそどういう説明の仕方が伝わりやすいかっていうのも違うし、どういうコミュニケーション方法が好きかとかも全然違うし、そういうのをすごいベース学んだっていうのと、まあシンプルにその子が楽しいと思ってもらうものを大人が頑張って提供しないと子供楽しいませんみたいな。だからなんか学校で渡されるものが楽しくないと思うので当たり前だし、やりたくないと思うので当たり前だし、なんか嫌になった時に叫んじゃうとか物投げちゃうとかなんて、要は物壊すのがいいと言ってるわけじゃないけど、そうなるのは当たり前っていう話とかをすごい肌で感じたし、また親御さんとかも発達障害とかね、お持ちのこのお母さんとかは結構どうすればいいかはわからないとかですっごい悩んでる方とか、またまたなんかもうこんなんポジティブに捉えるしかないよみたいな、いろんな親御さんいるけれども、やっぱりね、なんだろう、すごい日々すごく忙しくて大変な親御さんをすごいまじまじと見てきたっていうのもあって、なんか今のボックスはできる限りそういう意味で子供が見た時に楽しいと思えたりとか、ある程度一人で開けてもなんとか、なんかなんとかなるというか、本をまあなんか文字全部読めなくても、まあちょっと映像だけ見て、ああまあこんな感じねっていうことを感じてもらえたりとか、いろんな図録見せられても生理用品がどんな感じかわからないと思うから、ちゃんと入れようって思ったりとか、まあ色があんま好きじゃない子もね、いるのはわかるんですけど、まあ、結構いろんなカラフル感をなんか色を使って、ちょっと見た目をなんかこう、なんだろう、まあ、アトラクティブというか、なんか気をこう向けやすい、ちょっとハッピーな感じにしたりとかも、なんかできるだけで子供さんの目線っていうのを入れてられたらいいなっていうので考えて作ってるし、親御さんとやっぱりいっぱい接する中で、性教育っていうのに限らず、もう本当、ここ算数理科社会だって、道徳って、子供に教えるということがどれぐらい難しいか、自分も先生しながら、あと親御さんと相談、なんか話しながらすごい感じて、なんかすごく難しい。多分親御さん、お子さんいる方すごい分かると思うんですけど、本当にさ、ここ算数理科社会だって、子供に教えてください、どうぞって言われたらめっちゃ難しいと思うんですよ。だから塾があって、学校があってと思うんですけど。だから、こういうボックスもできる限り親御さんとか、子供と接する施設の方とか、学校の方とかが、なんかできる限り、こう、手間なく、こう、子供に教育を届けられるツールとして、あったらいいという思いで、構成して。そうなんですね。はい。なんか一人一人と向き合ってる感がすごい感じます。なんかもう向き合わなきゃ無理でした。なんか今、そうご自身でこうプロダクト作ったり、こう会社をやっている中で、ここ大変だなみたいな思うこととかありますか？大変、全部大変です。大変。
大変。とか、なんだろう。大変ですか、すごい失礼です。ざっくりすぎて。本当、いや、なんか大変、なんか大変と言われたら大変だし、大変じゃないと大変じゃないですよ。なんか、はい、よくできるねって言われたりとかするときは、はい、やんなかったら誰もやらないやみたいな感じで、はい、なんか誰もやらないとは言わないですけど、なんか請求に動いてる方とかもいると思うんですけど、まだまだ人が足りない現状っていうのを自分は知ってて、うんうんうん、課題を解決しないことで苦しむ子がいるっていうのを絶対にいるということを分かっているから、はい、これに対して動かない理由がないんですよね、うん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 、だからやらなきゃいけないし、やりたいしっていう感じで、うんうん、まあ、そういう原動力があるから、なんかよくやれるねっていうか、なんかやらなきゃなんですっていう感じなんです。うん、大変さで言ったら、なんか一から作り上げていくこと、うん、それこそなんか、ね、一番初めの時は全然私も団体の名前も名も知れない中で、うん、こう協力してくれる方を探したりとかも大変でしたし、うん、うん、なんかそもそも日本にないこの生理ボックスっていう概念を広めるのはどれだけこう反響があるのかっていうのも分からない、うん、だからクラウドファンディングもやってだし、うんうんうん、なんだろう、なんか先が見えない中で突き進んでいくっていうのはもちろん、うん、あの、うん、私は全然そういうチャレンジすることには好きなので、そのこと自体は全然苦じゃないしできるんですけど、うん、やっぱりその中でどういうこと、なんかいろんなこう、ね、人と関わりながら、なんかこの概念とか団体の活動をこう広げていくっていうのに、なんかが難しいっていうのが、うん、すごく難しいんですよね。うんうんうん、あのなんか仕事のベースで、あのどういう作業が大変とかいうよりも、うん、やっぱり最終的になんか生理を学ぶことがどれだけ大事かということを、あの伝えることとか、まあ、生理じゃなくて性教育というのがどういうあの幸せにつながるのかとか、うん、そもそも性教育っていう概念が何なのかっていう話とか、うんうんうん、はたまた、なんだろう、あの生理で男の子も私は学ぶべきだともう確実に思ってるんですけど、うんうん、なんかその意味って何っていうベースとか、うんうん、いろんな私がこう、あ、こういうことをしたいな、こういう社会になってほしいなっていうことがまだまだ、うん、本当になんか、あの、これ普通の話なんですけど、一般的じゃないから、うんうん、そこに入り込んでいって課題解決に向けてやっぱ進んでいくのってすごく、あの努力が必要だなとか、うん、であと私一人じゃできないんで、はい、メンバーの支えとか協力してくる方とかの本当に力がないとできないなっていうので、うんうん、まあ大変です。いや、そうっすよね。なんかすごいね、メンバーとかにも本当に力をこう、あの貸してもらって、すごく、うん、あの迷惑かけながらなんですけど、大丈夫かなかなとか心配しながらやってます。いや、すごい。なんか自分も正直このインタビューもう本当聞くまでなんかそれもそこまで自分ごとじゃなかったんですけど、うん、なんか。なんだろう、これを機にすごい学ぼうというか知ろうという思いがどんどん高まっています。いや、もうぜひ本当に、うん、なんかそうやって知ろうかなって思ってくれる人が増えたらいいなと思います。うん、関谷さんの質問は静香さん、調べてるんですね。うん、何ですかこれ。うん、静香ちゃんね。すみません、ありがとうございます。出ましたか？なんか。静香さんの免許証って調べたら。レストラン、問題のあるレストラン。へえ。何これ。
ごめんなさい、なんか何これとかすごいちょっと飲んじゃう。痴漢されたら女が悪いみたいな言葉が出てきました。なるほどね。うん。いやもう本当に、なんかそういうところですよね。うん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 。なんかでも超日本、なんかでもよくニュースあるんですよね。なんか、すごい露出の多い服着てる人が悪い。なんか何を言ってたと思いましたね。こっちでやって。なんか、はあみたいな、なんか、ええみたいな、なんか。まあ、例えば、そういう露出してるね、なんか方を見て、興奮したりとか、それこそ素敵だなとか、ちょっとこれそうだって思うのは全然いいですよ、もちろん。そこに手を出した後に、なんかお前が悪いとか、お前が悪いだろうと思いましたね。いや、本当に、しかも強い思いが伝わっ何てきて。言ってんだろうと思って。確かに。逆にだってもう逆にじゃ水着を着てる男性に見て、ああもう興奮した、もう胸強や制ばい。とか、なんかチンチン触っていいですかみたいな感じでやられたらどうするんですかみたいな、本当にそれと同じ話だなって、なんかちゃんと置き換えてほしいですね、そういう話。確かに確かに。なんか、こう無意識に、なんて言うんだろう、差別じゃないけど、なんか、バイアスがある感じが。こう話だとすごい炸裂しちゃうんですけやど、女はばいいものみたいな、なんかすごい純粋潔白みたいな、なんかすごい、なんかそういうやってあっても綺麗で可愛い女性みたいな、もう何も害がないみたいな感じ。いやもうその時代終わりましたって感じ。マジですごい。もう熱い思いが。もう時間が足りないぐらいになっちゃうんですけど、もうなんか、クロージングに入っていく感じになるんですが、すごい。なんか最後に、こう、伝えたい思いとか、今後の展望とか、もしあれば、お願いしてもいいですか？今後の展望、本当に直近なんですけど、今夜11時、今夜、夜の11時がクリスマス限定ボックスっていうのが出るんですよ。私、初めての整理準備ボックスが、ベースはあるんですけど、いつも買えるやつは。やっぱなんかこう気軽に手に取ってもらって子供さんに届けてほしいなって思うので、こういうなんかクリスマスっていう時期を活用してなんか子供に届けばいいなと思ってるので、出すんですけど、今回はうわー、全然。今回は、入って大丈夫だと思大います。ごめん丈夫ですなさか？い、そこで。ごめんなさい、なんかもう、オフボ、オフ、オフ側で話します。全然大丈夫クリスマスのそういう時期を使って、子供たちに届いてほしいと思うので作るんですけど、今回はいつものレギュラーボックスに入ってなかったなんか吸水ショーツとか入ってたりとか、なんかちょっとワクワク要素でコスメとか入れたんですよ。とすかごい。結構ビーガンで動物実験してなくてっていう感じで、大丈夫みたいな、なんかいろんな、でもちろんなんかいつも入れてる、それこそナプキン、タンポンとかもちょっと入ってて、もういろんな生理用品試せるボックスになってて、ワクワク要素も増えてるので、でただ、これがクリスマスまでに届くっていうのを考えて、1週間の限定の予約販売になるので、今日から11月25日木曜日まで。ね、ぜひチェックしてくださいっていう感じです。ぜひ広めていただけたら嬉しいです。すごい。このリンクですかね。レディーボックスを。すごい。ちょうど今日ですね。広めさせていただきます。すいません、本当バタバタしちゃって。いやー、本当にたくさんありがとうございます。なんか、もうなんか、なんでないですか？最後に。これだけは伝えときたいみたいな。
だからさせときたい。本当にこの話をね、聞いてくださった方は、ちょっとでも伝わったと思うんですけど、やっぱり性教育っていう分野を学ぶことは、本当に人生の中で自分を守ることができるから、それこそ幸せも増えると思うし、だから自分だけじゃなくて、やっぱり他人を無意識に傷つけてしまうっていうこともなくなってくると思う。本当にベース学んどかないと、私は国語算数理科社会よりも絶対に大事だと思ってる。勉強できたって、じゃあ1回の性行為で自分が傷つきました、相手を傷つけましたってなったら、一生それが続くんですよ。とか、意図しないで妊娠しましたとか、もうそれだけが性行為じゃないです、あ、じゃあ、性教育じゃないんですけど、本当に海外の概念で言ったら、人種の話だったりとか。見た目の話だったりとか、体格の話だったり、家族構成の話だったり、いろんなことが性教育の中に入ってるんですけど、そういうのって本当にダイバーシティとか名だけを走らせるんじゃなくて、本当にそのダイバーシティ、ここいろんな子がいて、それが共存するみたいな社会を築く上で絶対に大事だし、すごい他者理解っていう部分でも絶対に学んどかなきゃいけない。で、一人で生きていく人なんてほとんどいないんだからっていうのを考えると、自分がね、友達関係とか恋愛関係とか家族とかの間で、本当に必要すぎる知識、学んでないのがおかしいぐらいの知識だと思うので、その重要性っていうのをもっと、今重要です言えっていう話じゃなくて、興味を持って見たりとか、YouTube とかいっぱいね、シェリーさんとか渋谷やってくれてるので見たりとか、だからすると、本当に大好きな人が出た時に絶対その人を守ることができてる。自分も気づきそうになった時にそれに気づいて逃げられたりもするし、すごく今後自分が子供できたらと考えたら、もっとそういう子たちを傷つけないように自分が教えることもできるかもしれないとか。シンプルに悩みが減ります。確かに。ちゃんと大切な人を大切にできるっていうのは大事です。性教育なくして無理ですよ。と思います。ありがとうございます。はい。じゃあ、それでは、この回を終わっていきたいと思います。はい。それでは、第566回、性教育をもっと楽しいものに、一般社団法人、レディーボックス代表、三上うららさんの回を終わらせていただきます。うららさん、ありがとうございました。ありがとうございました。関谷さんもありがとうございます。